ただいまより木村義雄こういうですね格差をなくしていく、そして日本国民全体がですね安心安全に暮らしていけるような、大学生の時に少林寺拳法部に所属しておりましたので、多度津の町にですね、春と夏と年2度来させていただきました。まあ、その時は新幹線を乗り継いで、宇高連絡船を乗って、高松駅で、まだ綺麗な高松駅になる前の平たいホームの隅っこにあるうどん屋さんでうどんを食べて、単線のディーゼルに乗って、多度津まで行ったっていう。やはり政治家に必要なのは今という時代がどういう時代なのかということをはっきり見つめる目というものを持っていることが大切だな。日本は富める国でありますから、日本の資本力を持って石油でも石炭でも小麦でも何でも変えたんですけども、今度はすごい大人数の人たちが競争相手となってそこに加わってきた。だからこれはなかなか改善することが難しい。そんな中でも経済政策を作っていかなければ